次のお題、おかずがないときご飯にかけるなら塩は醤油。いやこれ勝てると思ってますよ、しろさん。いや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 、俺もいや俺勝てる、これは絶対。いや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 、これ俺かけるで、勝てる、これガチで勝てる。マジですか？これガチで勝てる。嘘だ。俺醤油。塩。まあやっぱりあの卵かけご飯には醤油かけますよね。うん、まあそういうことなんですよ。ご飯との相性はまず醤油が絶対にいい。うんうん、まあ、塩だと、まあ、正直言うと僕が考えてるご飯って茶碗にかけるご飯ですよね。で塩をちょ、あのまあちょっと垂らしてガガガってかき混ぜた時はあれ液体の醤油にしかできない、あのそれぞれ の, あのご飯の一粒一粒にまとわりつく塩味、まあ、結局塩味を求めるのは塩も醤油も一緒なんだけれども、あの全体的にその、まあ、ご飯だけでは味気ないっていう中に全体に均等にあの混ざるのは液体である醤油のメリットだと思うんですよ。さらに醤油の香りも引き立つ。あの塩には香りがないんですよ、うん、そうだから醤油とご飯との相性ってのはもともと僕はいいと思ってるんで、うん、だからまあ僕は醤油派なんです、うん、とりあえず一旦俺これまず、はい、卵かけご飯に醤油は入れますけど、うん、それは卵がいるから成り立ってるのであって、うんうんうん、醤油だけでかけるとしょっぱい、絶対に濃いし、うん、体にも良くない、うんうんうん、あとおにぎり食べるときって何で食べますか、うん、塩ですよね、塩かけて混ぜて、うんうん、塩おむすびで食べますよね、うんうんうん、つまりヤシオさんは塩おむすびを食べないってことでいいですか。極論すぎでしょ。おにぎりは違うって、俺茶碗を想定してたらしいですよね。醤油ってあの焼きおにぎりとかの醤油なら分かるんですよ、焼くから、うんうん、でも醤油だけ入れて混ぜて、うんうんやるとめっちゃ濃いと思うんですよね、うん、味が。なるほどなるほど、なるほど。それってご飯食べてるんだけど多分醤油食べてるんですよ。うんうんうん、なるほどなるほど。続ける？あ大丈夫です。あ大丈夫。いやでも塩かけて、うん、その塩っぽいって言ったよね。あの塩分摂取量的に考えても、うん、大して塩も醤油も変わらないこれ。えそうなんですか？そうでも君が考えてるのは醤油をべっちょり入れるってことでしょ。醤油をべっちょり入れるんじゃなくてちょっとかけただけでも味って広がるんですよ、うん、なぜならさ塩にはない液状だから、うん、さっき言った通りちょっとかけてあの、うん、ちょっと色がしょあのご飯に変わるぐらいのあれぐらいの混ぜる量をすれば全然よくて、うん、逆に塩って何杯かけんのよって話なんですよ。あの、うんうんうん、塩かけて食べる、塩かけて食べる、塩かけて食べるってさ、おにぎりの時は塩の方がいいかもしれない、うん、でも茶碗だったらやっぱり俺は醤油なんですわ、うんうん、でも醤油も混ぜるんだったら塩も混ぜれますよ、うん、何回もかけなくてもガーってかけてぐちゃぐちゃぐちゃっと混ぜておにぎりみたいな感じで、うん、でも塩って塩あの水分吸っちゃいますよね。米が米に均等に絶対回らないですよ、混ぜてる間に、うん、なんかその塩に絶対均等不均等が起きるんですよ。絶対醤油の方が全体に均等にまぶされるて、塩の時って例えばかけて混ぜたら一部分だけ圧倒的に塩気が強いし、なんか水気吸っちゃってるし、あーみたいなこと絶対あると思うんですけど、それってなんかデータあるんですか？おい、それダメっつったじゃん配信前にさ。ダメだって、それデータあるんですか？マジでお前負けるぞ。じゃあ1分間質問します。はい、でも話してて思ったのが、はい、好みだよなって。まあ好みなんだよね。好みいや好みなんだけど、いかにあのそれっぽく言うかなのよ。ああなるほど、そうそう、いかにそれっぽく言うか、そう。